日本滋賀県甲賀市土山町北土山、土山町北土山は、滋賀県甲賀市にある地名。甲賀市土山町の中央に位置し、東は土山町いのししばな、土山町黒川、南は土山町南土山、西は土山町や上野、北は土山町、平子、土山町青に、土山町あゆ川に接する。西側に安川が、 東側に田村川が流れる。東西に東海道、国道1号が貫通し、東海道が国道1号と交差する付近から五大三街道が分岐した。また、国道1号に滋賀県道9号大河原北、土山線が北から滋賀県道539号岩室北、土山線が南からつながる。八十六年以降、東海道が中世には、 伊勢王子が通じ、室町時代には鈴鹿峠を控える交通の拠点であった。中世には土豪の黒川氏、東宮氏等の支配を受けたと考えられる。なお、甲賀郡誌では南土山ともとは一村であったが1440年に岩室氏が南部を領したため、東宮氏が領した北土山と分かれてに村となった伝承が記されている。1584年の小牧。 長久手の戦いでは、豊臣秀吉が土山に陣を置き、軍事拠点とした。1585年の郊外揺れと、水口岡山城追記によりその支配下に入ったと考えられる。1591年には、北土山の949国余りが、徳川家康の在京まかない漁に当てられている。1600年に幕府領となり、1601年には、 東海道の宿駅に指定される。東海道の北側に東地域はあり、南側の南土山村などと両側町を構成し、吉川町に土山家本陣中町に問屋場が置かれた。2019年10月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。